前九年の役は、平安時代後期の陸奥国で起こった戦いです。この戦いは、中央政権と地方豪族である安倍氏との間の権力争いから生じました。安倍氏は陸奥国の奥六郡に独立的な勢力を築いていました。11世紀の半ばに朝廷への控訴を怠るようになり、1051年、陸奥の神、藤原成東が数千の兵を出して、安倍氏の懲罰を試み、鬼切部で戦闘が勃発しました。この戦いでは、秋田城之助の平重成も国士軍に加勢しましたが、安倍氏が勝利しました。藤原成東は更迭され、河内源氏の源頼義が後任の陸奥の神となりました。1056年、源頼義が陸奥の神としての任期が終わる際、悪戸川で起きた事件が戦い再開のきっかけとなりました。鎮守府から国府多賀城に帰ろうとした頼義は悪戸川に野営した際、頼義の部下である藤原光貞、藤原元貞が夜襲を受けるという事件があったと報告を受けます。頼義が光貞を呼び出して犯人を尋ねると、安倍氏の当主、安倍頼時の長男、貞藤以外考えられないと申し立てました。これを聞いた頼義は、安倍頼時に息子、貞藤の出頭を命令しますが、頼時はこれを拒否、衣川関を閉じて道を立ってしまいました。この時、国府の将として、源頼義に従軍していたのが、藤原常清です。藤原常清は頼時の婿であり、微妙な立場でした。身の危険を感じた常清は、頼義軍が多賀城へ移動している間に、安倍頼時の軍に合流しました。この、悪戸川事件は、安倍氏と朝廷との間の緊張関係を再燃させ、戦いが再開されました。1057年、源頼義は、戦況打開のために、安倍氏挟撃策を講じます。安倍富忠津軽の一族を調略し、味方に引き入れることに成功。安倍頼時は、富忠を思いとどまらせようと、説得に向かいますが、富忠の攻撃を受け死去。頼時の後は安倍貞藤が継ぐことになりました。1057年11月、源頼義は、国府軍1800を率いて出陣しましたが、悪天候の中で行軍は難航。食料も不足します。安倍軍は国府軍の進路を把握し、地の利を生かして、戦いを優位に進めます。木の実での戦いは、安倍軍が圧勝、国府軍は数百の戦死者を出しました。源頼義は壊滅的な敗北を喫し、息子の源義家ら数騎で、命からがら安倍軍の追跡から逃れました。この戦で安倍氏が、奥六軍の実権を握ることになりました。国府軍が回復を待つ間、安倍氏は再び勢力を伸ばしました。1062年、源頼義が陸奥の神に再任すると、今まで中立を保っていた出羽の国の豪族、清原氏に参戦を依頼します。この要請を受けた清原氏の当主、清原光頼が軍勢を派遣しました。清原氏の参戦によって形勢は、国士軍側が有利となり、安倍氏の拠点である栗谷川の柵、乳母との柵が陥落。安倍貞藤は捕らえられ、絶命。藤原常清は、ノコギリ引きで斬首されました。こうして安倍氏は滅亡し、前九年の役は終結しました。前九年の役は、武士団が地方で勢力を伸ばすことに大きく貢献し、日本武士の歴史における重要な出来事となっています。後三年の役は、平安時代後期に、東北地方で発生した戦いです。この戦いは、清原氏の内紛が発端となり、源義家が介入したことで、大規模な戦闘に発展しました。前九年の役で功績を挙げた清原氏は、陸奥と出羽の地域で大きな勢力を築きました。清原武則、その息子武貞、さらにその嫡子である実平が、清原氏の当主として続きました。武貞と安倍頼時の娘、有賀一の前、との婚姻により、家平と清平が生まれました。清原実平には嫡男がいなかったため、街道小太郎成平を養子に迎えました。清原成平と源義家の娘が婚姻、清原氏は源氏との縁戚関係を築きました。こうした動きが、清原氏と安倍氏の血を引く、家平を清原氏嫡流から外す原因となります。成平の婚礼の際、叔父の義彦秀武が祝いに訪れますが、実平に無視され、怒って帰ってしまいました。この義彦秀武の行動に激怒した清原実平は、直ちに秀武討伐の軍を起こしました。義彦秀武は、
実平と不仲だった家平と清平に密書を送り放棄を促しました。これに応じ家平と清平は実平に対して反旗を翻しました。しかし清原実平が進軍してくると家平と清平は戦を避け撤退します。家平と清平を退けた実平は義彦秀武を討とうと出撃。家平と清平は実平の本拠地を攻撃しますが、源の義家率いる国府軍も実平に加勢したため、清平家平は大敗を喫して降伏しました。しかし出羽に向かった清原実平は行軍の途中で急死してしまいました。清原実平が死亡すると源の義家は実平の所領奥六郡を三郡ずつ清平と家平に分割しました。すると家平と清平が対立し、家平が清平の館を襲撃します。清平の妻子を含めた一族は全て殺されますが、清平は九死に一生を得て逃亡、一命を取り留めます。生き延びた清平は源の義家を頼ります。源の義家は奥六郡の秩序を乱した家平に激怒、清平を支援します。義家の助力を得た清平は家平に対抗、沼の柵にこもった家平を攻撃しますが、清平義家連合軍は戦いに敗れます。家平の勝利を聞いた清原武平は家平の元に駆けつけ金沢柵に移ることを勧めました。1087年7月、朝廷から合戦停止の監視が派遣されます。義家の弟源義満が朝廷に無断で義家の元に下校し合流。義家清平軍は金沢柵にこもった家平武平軍を攻めます。義家清平軍に包囲された金沢柵では兵糧がなくなり、糧食の尽きた家平武平軍は金沢柵に火をつけて敗走。清原武平は潜んでいるところを捕らえられ斬首。家平は逃亡しますが討ち取られ戦いが終わります。53年の役の終結後、源義家は東国武士団の統領としての地位を固めます。藤原姓を名乗った藤原清平は奥州藤原氏の祖となり、平泉を中心に強大な勢力を築きました。この戦いは日本の歴史において武士の台頭を示す重要な出来事の一つであり、鎌倉幕府の成立への道を開いたとも評価されています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。